だから別にブラスさん出さなくても縦横通攻撃だけあれば勝てたで。なんだったんださっきのものすげえ音。まさかダイとママがやられちまったのか。いや、関係ねえ関係ねえ。もうあいつらが死のうが生きようが俺の知ったことじゃねえんだ。ほんとか。マームさんはせめてほら。それに、俺なんか言ったってあの怪物相手じゃ何もできねえ。ぶっ殺されちまう。来た、マゾッポさん。ひょっほっほっほ。お邪魔するよ。なんだってめえ、あの偽勇者のパーティーの魔法使いじゃねえか。どうだわしの仲間に入らんか。なかなか見どころがありそうな顔をしとるぞ、お前。け、冗談じゃねえ。いいか、俺らを勝って魔王を倒した。勇者アバーの弟子なんだぞ。てめえらみたいな小悪党と一緒にすんない。ほう、わしら全く変わらないように見えるがの。なんだと仲間を見捨てるようなものでは務まるのかねかの有名なアバーの人というの。うまいですね。頭がいい。頭がいい。どれお前仲間どうなってるか、わしが水晶玉で見せてやろう。すごいじゃない。偽物とはいえ、ものすごい能力かと思ってます。わああったたいまあ。ブラスじいさん、なんでこんなところにまさか。ちくしょう。なんとかしてやりたいけど、俺の一人の力じゃ、くそー。勇者とは勇気あるもの。そして、死の勇気とは打算なきもの。相手の強さによって出したり引っ込めたりするのは本当に勇気じゃない。かっこいいこと言うじゃねえか。全員集合で。なんてな、わしのセリフじゃないぞ。わしに魔法を教えてくれた師匠がいつも言っとった言葉じゃ。師匠。わしもな、若い頃は正義の魔法使いになりたくて修行しとったんじゃよ。40年ぐらい前でしょ。だけどあかんかった。自分より強いモンスターに出会うとどうしても踏ん張れなくての。仲間を見捨てて逃げるなんてザラじゃった。おかげで今はこんなありさま。いやいや、なかなかの能力ありますよ、あなた。じいさん。お前さんを見てると昔の自分を見てるようで放っておけん気になってしまっての。ちょっとおせっかいをしたんだよ。確かにね。いい背中を押してくれたと思うよ。さあ、早く行け。胸に雪のかけらが一粒でも残ってるうちに、小悪党にはなりたくなかる。確かにね。アバンの人ですから、ポップくんも。かっこいいっすよね、ポップくん。ああ、あのガキ死んだな。かわいそうなことするじゃないの。ほっとよかったのに。なに、死にませんよ。あの子はアバンの人なんだぞ。アバン、それ本物勇者じゃねえか。そう、わしらとは物が違うんじゃよ。ほっほっほっ。さあ、お仕事を続けるかの。今、混乱してる時にね。まあ、無の言うとじゃ、最低だよ俺は。自分のことばっかり考えて逃げて回って。アバン先生もダイも、今までずっと勝てないかもしれない相手と命がけで戦い続けてきたのに。とどめが刺される。今度こそ本当には、この一撃でさらばだダイよ。待てーポップ様のお通りだい。堂々としたもんですよ。なんだ誰かと思えば、あの時の魔法使いか。今さらおのれ程度が出てきたも何ができる。うっせえろアバン先生、先生の5分の1、いや10分の1でいい。俺に勇気を与えてください。許さねえ。なんだと俺の仲間を気をつける。俺の仲間を気をつけるやつは絶対許さねえぞ。ものすごい勇気を振り絞って言いましたね。その人を刺しとるしやな。もう引っ込めれんぞ、それは。こうそう、貴様自分の言ってることは分かってるのか。ほんまやぞ。もう取り返しつかんかな。島からじいさんをさらってきて手下にしやがったら畜生どきたねえやつらだぜ。クロコダイ俺とさ足で勝負しろ。それとも俺みたいな小物が相手も汚い人に作戦を使うのかよ。なんだとめちゃめちゃクロコダイめちゃめちゃディスられてますがよかろう。そんなに死に急ぎたいな仲間と一緒にあの世行くがいいわ。マジか無理やぞ。回復もできんのやからブラスお前って手出しをするでないぞ。ギヒヒヒ。怖い。メラゾーマだ。俺の最強のご友人まで勝負するしかねえ。そらそうやな。メラゾーマだ言うてメラゾーマがないぞ。手を出すなって言って、ブラスには手を出すってのはいいのかよ。リミットブレイク。なるほど。グフフ。貴様はこれから試そうとしてる自分が俺通じなかった。その瞬間貴様最後。確かにね。じゃあ行ったろじゃねえか、メラゾーマ。通じるか今見せてよな暗いメラゾーマ。ダー言われたよ。腐ってもアバの人だな。まさかメラゾーマは使えるとは思わなかった。だから俺はシンクロで気流のバリアを作り直撃防いだ。もう一回科学はいいなこと。もう一回カース。そら痛いよ。勝負あったな。痛え。体がバラバラになっちゃったみたい。そら痛いよ。心配すんなよダイ。そうさ、お前はこんな何発も食らいながら戦い続けてきたんだもんな。一発や二発食らったぐらいでおねえしてらんねえな。すごいっすわ。立ち上がってきた。勇者と魔法を使えたら装備してるもの違うしね。体力も違わないと。こうなったら命を捨ててやるだけやったよ。アバン先生に相打ちとまではいかなくても時間稼ぎぐらいは。先生、待てよ。アバン先生みたいにか。今一つ試してみるべき呪文があったぜ。どうするの？魔法か通る。伝説の派手でも、しかしポップの魔力ではと。どういうことだ？魔法か通るいきますか。ポップの持ってる武器で殴りか、ポップは持ってる武器で殴りが勝った。わあ！なんとポップのマジカルブースターが砕け散ってしまった。魔法の杖で殴りかかってくるとは、魔力効力が尽きて迷ったが。へへへ。全部計算づくさ。杖を砕いたの、魔法力を温存したのも。そうね、メラゾーバ一発しか入れてないからね。一か八かこれが最後の賭けだぜ。星の杖のかけら、五芒星。これが我がアバン先生が得意した伝説の呪文。じゃなる勇気を退け、魔法カタール。おお、すごいこれ。なんかこう、ここはどこでわしは一体って言ってる顔、これ怖いから、結局怖いんすよ。結果怖いから。結果怖いんすよ。あんま変わってないからね、言うとくけど。いや、ただ先生みたいに島ごととまではいかないけど、あのくらいのやつなら俺にだって。ポップくん、怖いです、見た目が。貴様一体何をしたら、今さらブラスを救ってたこれ何になる？ブラス爺さんさえ無事なら、ダイをもう存分戦えるんだ。あいつは本当に強いんだ。俺なんかと違ってな。貴様、ダイのために命を捨てる覚悟だったのか。へ、そんなかっこいいもんじゃねえ。俺だってできたら死にたかねえぜ。でもよ、仲間を見捨てて自分だけぬくぬくと生きてるなんて、死ぬよりかっこ悪いやって、そう思っただけさ。さっきちょっとやろうとしたけど、それはこの人たちは見てないから大丈夫です。ムー。こんな未熟な少年面までが友情にすがり、命を張ってまで戦っている。それ一回、この俺は、気づいたか。いくらかない、何をぼーっとしてる？早くそのガキを殺してしまうんか。許せ、小僧。マジか、どっちだよ。どういうこと？やめろ、やめてくれ、ポップくん。ピー。ごめんちゃん。ごめんのダメに反応して。なんだこの光は。ギョエーなってます。まさか、ごめんすが、何か。なんだ、台が立ち上がった。ベホマラーかけてくれたんですか？奇跡か。ポップ、来てくれたのね。でしょ？見直してくれたかい？まあ。台。いや、もう瀕死やぞ。空を破れ言うとるけど、瀕死ですが。完全回復で来てるわけではないんですね。大さえ生きてりゃなんとかなるでしょう。もう危ないから。うわっす！もう！なんだこれは！なんだよ！まあまあ落ちるし。危ない。もう無理よ。ヒートブレス。ああ、助かる。今のうちに総攻撃戦と。ホイミかな。結構ポップコーン攻撃してこないんで、助かってます。もうマームが落ちたのが痛いっすわ。本当に。まあなんとか勝負になってる感じでだよね。もう大君と差しですわ。ここからは差しです。魔力が尽きたら終わりですよね。ちょっと待って、ずるいって危ねえ。危な。もうずっと回復しないかと思いましたわ。そらさすがにないっすよね。ちょっと待って、ほんときつい。目を貫け言うとるけどやな。ずるいわー。落ちるって。ずるいって。ずるいって。おい。おい。ずるくない？こうでやられたらどうかなる。ちょっとなんかイベントえいや無理やろ。ちょっと待って、加点ってどうやんのよ。さっきなんかもう一回こっからやってなんか勝手になってるけどやな。ちょっと待ってよ、加点ってどうやって勝つの？無理やっつったっすよ。なんか瀕死でなんか復活させられてですよ。どうしようもなかったっすけど無理ですって。なんか同じこと言うとるけどやな。同じこと言うて、また同じことになるんでしょうけど、無理よ。ちょっとしかないし。無理やで。どうすりゃいいんすか？回復、まずマーム、大君を防御して、ポップはもうしょうがないんで、マームさえ切ってて、で、マームの無法意味を生かしときゃいけるか。初手で、マームを無法意味かけて、で、大工を防御、ポップ君を防御で、マームを生き残らせりゃなんとかなるかな。初手で大に行ったのがいけなかったか。かっこいいシーンなんですけど、ほんとかっこいいシーンなの分かってますよ。ほらポップかっこいいでしょ。どきたね。差し勝負ですわ。2回目の差し勝負です。いやー、戦い方としてはまあさっきのと一緒でメラゾーマだ言うて1だけどどうすんの？これで死んだら終わりとか言わないよね。ああよかった。そらさすがにそうよね。そらさすがにそうだわ。そらそうじゃないと。メラゾーマね。かっこいいでしょ？効かないけどね。危ないとこですわ。これでね、ダメージ食らう。マイナス 1？ どういうこと？マイナス1って何？マイナス1って何？回復したぐらいってこと？回復したんかい？回復した。なぜ回復した？なぜ回復したと言いたくなるぐらいだが。なんでダメージ食らって回復しないといけないのかが僕的にめちゃくちゃ面白いです。これマホカトールね。マホカトール前とマホカトールあんま顔変わらんからね言うて。どっち転んでこれ突っ込んでほしいんでしょ。ネタでしょ。ネタにしてるだけですからね言うて。あとは本当にちゃんとやっつけないとやられるってのが分かったんで、やっぱ無理でしたもんね、さっき。マームがそうそうと落ちたのがいけないんで、マームさえ落ちなければ大丈夫だと思うんすけど、これマックス回復してないのがね。だから、とにかく、まあ、ポップも落ちちゃダメなんですけど、一番生きとかないといけないマームなんで、これで、オッケー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 。来た来た来た。来ました。これでオッケーです。はあ。危ないとこです。で、一応ポップコーンも、やっときますか。一応言うたら失礼ですが。みんなでね、3人で戦わないとやっぱ。まあマックスだからまあいいかな、攻撃でそんな入んないからあれなんですけど、防御でいいかな。30か、30とかだったら全然追いつきそう。斧を使ってくる時のバギが、これがちょっと厄介ですけど、基本的にマームさんが回復に回ってくれたら落ちなそうっすね。いいよ、25か。単独攻撃が一番助かりますね。ホイミだったらコスパというか燃費がいいんでだいぶ戦えます。 OKOK、 順調。やっぱみんなで力を合わせて戦うってことが大事ですね。全然まあ麻痺で置いといてもいいぐらいですからね。言うたらどうせ回復するんで、大君がなったらさすがに困るけど、ここはちょっと置いときますか。言うてマームが押したら、マームと大君さえいれば、あ、もうこうなったらさすがにキアリクです。2人とも回復できるから、回復してるはずなのに回復してるエフェクトになってないからちょっとビビるんですが、いいね、順調だけどもう HP が高くて。おっしゃ、来たー、来た。なんだあの紋章は。ダイ、今こそぶちかませ、俺たちの先生のあの技をぶちかましたるわい。言われんでもダイは力がみなってる。今さら遅いわ、俺の最大最強のダイキ縦横通攻撃アバンスラッシュ、かっこいい、かっこいいすぎる。決まった、グフフ、アバンスラッシュか、見事な技だ、俺の負けだグハー、やった、フフフフ。どうせ負けなら正々堂々戦って負ければよかった。確かに一番ダサい化け方ですかね。ゴゾー、お前にも教えられたぞ。男の誇りの尊さをな。お前たちのような相手に敗れたならば全く悔いはない。むしろ誇るべきことだ。ちょっとズルしたけどな。目先の勝利に狂った俺はバカだった。ほんまっすよ。出世できないタイプですよ。さらばだダイ、負けるなよ。勇者は常に強くある。612。いやもうさ、一回負けたんすけど、なんかこう、フラグ的なのするんだったら、やめてほしいっすね。しかもなんか戻さ、あ、ギラ覚えた。ちょっとあれはちょっとびっくりするから。ちょっと立ち回り間違えたらやれるみたいな。10億ロコダイの断末魔の叫びを身にした110問団のモンスターたちは、さながらリーダーを失った獣の群れが試算するように、生をなくし、森へと逃げていった。やったぞ、マームを追い払った、俺たちは勝ったんだ。俺たちというかね、まあダイ、ポップ、マーム、そして我が城の兵士諸君、みんなよく戦ってくれた。特にダイ、この旅の勝利はバーサーにお前のおかげじゃ。いやいや、ダイ君のおかげじゃなくて皆さんのおかげですよ。もはや名実ともに勇者にふさわしい男に成長したと言えよう。はえて今日から勇者ダイを名乗るがいい。まだ早いっすね。何言ってんだよおめえ。自分一人の力ではなくみんなが力を合わせたかったらそういうことと違います。勇者大と言われるべき人はアバン先生だけなんで、ロボスさんにね、大勇者と名乗っていいって言われても他の国行ったら通用しないんで、そんな全然です。はい、分かった、さらに大きな成長を期待しておるぞ。ブラス殿、本当にいい子を育てられましたな。はい、この子はわしの誇りです。なんでだい、そういうのを親バカと言うんじゃと。そうよ。バカなんすまらん、口を挟むな。いや、そんな、バリエに入ってなんかよう言うわ。それはわしからのせめてもの贈り物だ。それを身につけて国民の前に姿を見せてやってくれ。みんな国を救った英雄たちの姿を見たがっておるからな。すごい。なんでもまだ小さな少年だし。とにかく一目勇者様を拝みたい。もう勇者様なっとる。勇者じゃない言うとんのに。すごいっすね。かなり凝ってますね。ゲームの作り的にも。かっこいい。なんかみんなめっちゃかっこよくなっとる。みんなめっちゃかっこよくなっとる。あの子たちは国を救ったのか。なんでちょっとマントかけれつければかっこいいって思うのは何なんですかね。ポップコーン、マントなんかまといってますわ。我らが言う万歳。万歳！宗教みたいになってますよ。ごめちゃんもなんか着させとかんと。いやー、やっぱ、オンドネシアかっこいいよ。今戦ったら、あんたは勝てないよ、多分。うるせえ！まあ、わしらにはわしらの生き方があるさ。行こう。まあね。魔法使いええこと言うな。やはりお前は本物だったみたいじゃな、坊主。頑張れよ、これからも。これからもね。どうしたの？ぼーっとしちゃって。いやー、頑張って人から感謝されるのってのも悪くねえなって、もう英雄やからね。ポップ。今日のあた、わー！待ってよ、大工のがかっこいいでしょ？なんでポップの方に心動いとんねん。イェーイ !5000 ありがとう！めちゃめちゃ舞い上がってる。バームに言われたらそうよ。大聞きなさい、この感性よ。たとえお前が望まずとも人々はお前を、お前ってお前ってこら勇者やぞお前って小さな勇者大と。勇者大でいいわ、それだったら。小さな勇者じゃなくて、それだったら勇者大がいいですね。お前言われて小さな勇者と呼ぶぞ言われてもね、いや、嬉しくないな。いやー、大にしよう激闘110は大変。いやー、これはものすごくクオリティ高くて、おもろいっすわ。大の大冒険、僕も全部やっても、見てますけど、漫画ども。これ大満足っすね。そう、クロコダイルね、強いんですし、まあ、ポップくんの、こっからポップくんがどんどん成長していくっていうのと、あとマームさんも大好きですし、いやー、このゲームたまらんっすわ。